2020年5月20日、13時33分。その神経がわからんすれ。仕事で使うスマホが故障して、会社に預けたままテレワークせざるを得なくなり、プライベート携帯の番号を告知してしのいでいる。ゴールデンウィーク明けにかかってきた電話も仕事関係かと出てみたところ、第一声が。まるまるちゃん、お疲れ様、元気にしてる？だった上、同僚に電話越しの声が似ていたので、うっかり会話してしまった。私のあだ名は下の名前由来だが、松本さんが高確率でまっちゃんになるくらいにはド定番系で、違和感はなかった。とはいえ、すぐに会話は噛み合わなくなる。すいません、失礼ですがどちら様でしょうか？社内のものと勘違いしてしまい、申し訳ございません。男、いかえ。ひどいなぁ。本当に申し訳ございません。車両携帯が壊れてしまっているもので、お名前が表示されず。うん。まるまるちゃん、今24歳とか25歳とかだよね。仕事順調？私は30歳。あの、本当にどちら様でしょうか？ひっどいなぁ、俺だよ。結婚の約束した仲だろ？あの、どなたかとお間違いのようです。私は主人以外と結婚の約束をしたことはございませんので、失礼いたします。と、大体こんな感じで電話を切った。その後、立て続けに2回、同じ番号からかかってきたが、出なかった。珍しくもないあだ名だし、たまたま同じあだ名の人と間違って電話がかかってきてしまったのかなぁと思っていたのだが、翌日早朝、寝ているうちに SMS が来ていた。名前を隠して全文末についたうざったい絵文字顔文字をぶった切ったのが以下の文面。誤字はあえて直さない。Z ちゃん、元気そうで何よりです。Z ちゃんに忘れられて、僕は悲しいです。いつからそんな子になっちゃったの？僕と将来を誓った Z ちゃんを、僕は忘れたことなんてないのに。でも、僕は Z ちゃんを好き分放っておいたから、仕方がないのかもしれないね。でも、僕は Z ちゃんのために自分を磨いていたんだから、許してくれるよね。Z ちゃんは今25歳だから、クチクチの女として最後の時代ですね。今がチャンス。Z ちゃん姫ちゃんがいい子なのは知ってるよ。僕が放っておいたから Z ちゃん姫ちゃんに彼氏できちゃったのかな？可愛い Z ちゃん姫ちゃんだから、魅力だからね。でも、もう大丈夫。照れるけど、はっきり言った方が安心できるよね。僕は Z ちゃん姫ちゃんを愛しています。だから、僕の腕の中に飛び込んでおいで。丸日、あの場所で Z ちゃん姫ちゃんを待ってます。姫ちゃんの王子ちゃんより。姫ちゃん呼びで、映画誰なのか思い出した。15年近く前、高校生だった頃、部活の OB が地元カラオケサークルを当時全盛期のミクシーで主催しており、OB とは仲が良かったので人数増しのために加入していた。いわゆるオフ会に抵抗があったので参加する気はなかったが、大人数割引に一人足りない会に、OB から頼み込まれて一度だけ参加した。その時、集合場所がわからなかった A を誘導するために電話をしたのだったと思う。後日、A から誘導のお礼メッセージが来たのをきっかけに、当時 A の職種を目指していたので色々と聞いてみたくてミクシーを通してやり取りをしたのだが、A が一人で盛り上がった。すぐに謎の姫ちゃん呼び押され、学生結婚はどうとか、歌声が絶えない家庭がどうとか、会話にならなくなった。当時30歳を過ぎていた A から一方的にそういった感情を向けられてゾッとした私は、名称は忘れたがブロック的なことをしたはずだ。そんな相手を覚えているとなぜ思えるのか。あと、当時高校生で15年ほど経っているのだから、どう考えても25歳のはずがないのだが、計算はできないのだろうか。さらに言えば、主人、夫がいると言ったはずなので本当に理解に苦しむ。文面をスクショして夫と気持ち悪さを共有した上で、サクッと着信拒否。そしてまた忘却の彼方コース、のはずが、今日になって OB から連絡が来た。先週末が A の指定した日だったのだが、私は当然行かなかった。A から来た文面にある、あの場所はおそらく15年前のカラオケの時の集合場所。私も随分と言ってないので詳しくはわからないが、今は当時と違って待ち合わせには適さない状態になっているらしい。OB は週末がっつり忙しくなる仕事で、夜に気がついたら A からの着信がすごかったそうだ。折り返してみたら、Z と約束していたのに出会えないし連絡がつかないしで困っている。という。はて、OB と A はカラオケサークルでよく遊んだが、Z と A とに繋がりはあったろうか。そもそも結婚して遠方にいる Z が、週末に偏僻な場所で A と待ち合わせるようなことがあるだろうか。いぶかしんだ OB が、結婚して地元を出たので Z の連絡先はわからない。と伝えたところ、A は、嘘だ嘘だ。と言いながら電話を切ったそうだ。そして、今朝になって A から OB に電話があったらしい。Z のミクシーを見たが、結婚したなんて書いてない。僕が25歳の Z といい仲になるのが羨ましいんだろうが邪魔するな。と、OB が、
自分も随分前からミクシーなんて更新してないから、結婚したなんて書いてない。Z も更新していないだけで5年ほど前に結婚している。そして Z は30歳だ。と言ったら、何やら叫んで電話が切れたそうだ。放置しっぱなしだし、これを機会にミクシーのアカウントを消そうかとも思ったが、当時のアドレスらしい ID もパスワードも思い出せなくて断念。しかし、おそらく40半ばを過ぎている A だが、どんな顔して姫ちゃん姫ちゃん打っていたのだろう。私はもう A の顔も覚えていないので想像もつかない。神経わからんというより、なんか怖い。15年間に独身こじらせすぎて狂ったんじゃないかと。当時ですら30過ぎで高校生に粉かけてブロックされてるしね。変な人が順当におかしくなるとそうなるという見本を見るのは気分のいいもんじゃないわ。15年前は、直接会った時の A が普通の人だったこともあり、なにこの人怖い、くらいしか思わなかったけど、今当時の A の年齢に近くなって、よりホラーめいた恐怖を感じます。今回のこととは違いますが、A のメッセージがおかしくなってきた頃、高校の先生に相談をしたのですが、比較的若い先生を選んだつもりがミクシーをよく知らない方で、直接会って話せば?と言われた記憶が蘇ってきました。違和感があったので OB に相談し、ブロックして事なきを得たのですが、先生のアドバイスに従っていたらと思うとゾッとしますね。出会い系が問題になり始めた頃だったので、先生より高校生の方が危機感があったのかもしれません。獲物とだけ話が通じなくなる、昔の記憶が都合のいいように改ざんされる程度のこじらせジジイはたくさんいるけど、時間経過が理解できてないことと、OB 先輩にもお構いなしなので、現在錯乱状態っぽいね。何がきっかけで15年ぶりに動き出したかわからないのがまた怖い。現住所など知ってるふるさとの旧友いたら、基地外の存在伝えて個人情報漏らさないように頼むといいかも。姫ちゃんがピチピチの女としての最後の時代とやらを5年も前に終えてたからって、何も叫ばんでもいいのにね。自分なんか男としての最後の時代どころか最初の時代も迎えられなかったくせにね。今回で A の中では姫ちゃんは男になったようだから、そのまま忘れてくれるといいね。時間経過がわかっていないのでは?というのは本当に寒気がします。勘違いしているだけならいいのですが、地元の友人たちには一応、私を探している人物がいるが、情報を一切漏らさないでほしいとメールしてあります。このまま忘れてくれることを祈るのみ、ですね。何も叫ばんでもいいのにね。これ、本当にその通りです。失礼なやつめ。自分の25歳が果たしてピチピチだったかはわかりませんが、さっき夫から、今日はピチピチの刺身が食べたい。と来ていて、妙にパワーがある分だなと、今回のことをやっと笑えました。